クエマイナス 45P ジャンパーは、ゆったりとした活動的な上着全般、遊び着、仕事着、作業着、運動着、防寒着などを指して用いられる。ジャンパーは本来孤独であるが日本語における鉛として、しばしば使われる。作業着タイプのジャンパーの裾にたるみを入れて絞ったもの、及びジャンパーの中でもファッション性の高いものを指して、ブルゾンと呼ぶ。もともとは主に運転手。 水布などの触手のものが着用した植木竹のジャケットや、シャツの故障、またはエスキモーが着用したフード付き毛皮ジャケット、または胴体部分とスカート部分が一体化した上着である、ジャンパースカートを指す単語である。現代では、竹は腰程度までの上着で前を、ファスナーやボタンで留めるもの、または、ブルーオーバータイプ、袖なしのもの、および短い袖のついた道着をもジャンパーに含まれる。 日本語のジャンパーに相当する英語は、ジャケット、または、ジップアップジャケット、スポーツ用は、ウィンドブレーカーである。アメリカ英語でジャンパーは、ジャンパースカート、イギリス英語では、セーターとカーディガンを指す。17世紀頃に存在した、カートルという衣服が、部位ごとにジャケット、ボディス、チュニックなどといった別衣類として分かれ、そのうちジャケットを、 特に刺してジュープと故障していたものがジャンプに変化し、さらにジャンパーの故障に変化したと考えられている。また、別の資料によれば19世紀半場頃の作業着から発展したとの説もある。1920年代には、婦人服の上に羽織るブラウスの形で、ジャンパーの故障を持つものが流行した。ありがとうございます。